まあ、何かこう痛かったというね、伝わってきますね。でも、まあ、指揮官にとったらここで無理をするよりトレースを休ませるということの方が重要ですね。今日のパフォーマンスは遠藤さんどうでしたか。まあ、あの前半あそこ決めてほしかったですけども、フェインだったり1対1でしたね、はい、キーパーと。でもトレースにとったらよりそのこの後だから得点のチャンスがあるってことは分かってると思うんですよね。はい、ハブルとかなり強いですね。ライン上にデスコットとジャギエル、そのアルチビはちょっと下がったところにいます。相手のキックの質が高いですし、ここは注目ですよ。ディフェンスラインはかなりラインを下げてます。狙ってくるんじゃないですか。追いつきましたエバートン。まあ、西岡さん、ベッチワークつかなかったら これはありましたね。確かにセットプレー ね、 ね。いやこのスピードボールよく合わせました、ケイヒル。誰だこれ、ニアにリエラですか、これ前にいるのは。これシュクルテルのマークをうまく外して前に出ていったんですね。でもあれリエラちょっと触らなきゃいけないですよ、あれはね。ちょっとずれ当たりましたかね。いやこれはまあこのままいつでも出終わる計算が、1点1で、まあ、得失点でユナイテッド首位、リバプール2位止まり。ユナイテッドはさらに1試合消化が1試合遅れています。トーレスをここで下げてしまってますしね。ゲームとしては面白くなってきましたけど、引き分けに終わっています。